ヨハネによる福音。その時イエスは言われた。はっきり言っておく。羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立って行く。羊はその声を知っているのでついて行く。しかし他の者には決してついて行かず逃げ去る。他の者たちの声を知らないからである。イエスはこの例えをファリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことかわからなかった。イエスはまた言われた。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり、強盗である。しかし、羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだり、ほふったり、滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。